なんか安定感、なんか急に安定したぞ。安定感全然いいよ。あのね、まあ、バックフェース重心位置とかも変わってんじゃないかな。ここ見てください。俺はね、ここの違いはでかいと思う。感じましたね。マーク2の方が、何でしたっけ、フルチタンとかになって、初速が速くなった、うん、感じましたし、飛びも良くなったって感じでしたね。果たしてアイアンがどうなるかと。評判的には。評判的にはね、すごいいいってね、ズババゴルフでやってた気がする。本当？ズババが。ズババがな。どっかで。褒めてた。結構いろんなチャンネルも、まあ、スリクソンってやっぱねアイアンがいいって言うんだ。松山さんが使ってらっしゃる。ああそうね。でね、今ねパッと見の違いがもう分かったんだけど、この先っちょ見てこれ、はい、旧型無印の方がね、なんかどっち、こっち旧型がこっち、なんか白いのついてる。これ大丈夫、なんかシールじゃない、前みたいなさ。あーシール疑惑。あ違うわ。違う、これ多分だけど先っちょにこうタングステンとか入れて、はいはいはい、なんかいろいろ重心調整してんじゃないか、はい、ちなみにあれだよね、ここ特徴的なのがここカクンってなってる。これなんかあれだよね、ウェッジでなんかここ削ってるみたいなさ。あ抜けがいいってやつかな。抜けがいいってやつ。ただそれ以外あんまり変わんないよ。まあここの真ん中のフェースのバックフェース、ここ変わらないね、なんかね若干この辺りの形が変わったぐらいで、なんかね、張ってるらしいよね。なんかプラスチックを張ってるみたいな、はい、フェースをお願いします。フェース、はい。見た感じ分かんないな。そうだね、ちょっと構えてみますか、はい、右が無印、左がマークス。ちなみにね、いろいろネット情報なんだけど、マークスの方はやっぱ改良版って感じで、うん、無印に比べてさらに何々が、無印の性能がさらにアップしました。そう、そういう感じ。そんな感じね。見た目も変わりませんと。ほぼ同じだよね。ちなみにシャフトも同じなんだよね。シャフト同じ ?DST で。DST、はい。なんかこれはね、スリクソンのオリジナルのシャフトで、ね、カウンターバランスになってるとか、はい、なってないとか。はいはい、すごい、これも評判がいいですよ。あ、評判いいんだね。ズバババが言ってた、はい、じゃあって言えば飛距離的に伸びてんのかな。まあなんか一応ね、弾きは良くなってるっていう話、うん、なんかこっちの方もこう密迫か薄くしてる部分の調整をしたりとか、はいはいはい、なんかこういうこう中に溝みたいなのが入ってる、うん、あるんだけど、それをこう調整することによってさらなるこう、はいはい、初速アップ的なのは一応ホームページで言ってますね。ちょっとじゃあ寒いで朝食か。旧型から行きます、はい。旧型もいいよ。旧型ちょっと俺欲しいんだよ。見た目もシュッとしててさ、うん、簡単なモデルっていう割にはシュッとしてて、なんかかっこいいし優しいみたいな感じで。すごいフィールドで。まあまあいい高さ出たんだよね。ロフト？今ロフトの話してる？ロフト31か32？飛び系ってこと？
くらいじゃないかな。え、違うでしょ。33ではないのか。あ、ごめんなさい。ちょっと待って、31でした、ロフト31。俺の目に狂いはない。32とか言ってなかった。だいたい1か2で回ってるから。高っ。高っ。え、31であの高さ。150ぐらいいったかな、今。ちょっと落ち際見えなかったな。マイナス6度で の球の高さ、うん、150ぐらいキャリーでいってるかも。打感柔らかいよね。ちょい右。はい。軽い。なんかミスショットしたときはミスショットはあれだけど、こう左に捕まりやすい感じするんだよね、若干。ちゃんと打ったら左に行っちゃう感じがした。うん、あれは下手だから。ミートしたときはこう左に行く気がする。柔らかくない？シャット。うん。31度にしては球高いよね。うわー、高いわ。これ31度。なんかフィールドお前のあれ似てるんだけど。770。似てる？なんか打感も似てる気がする。いや、打感はこっちの方が柔らかいよ。本当？うん。球の上がり方な。球上がるよね。あれは33度だよ。ちょい使ったかな、うん、にしてはまあまあいってる。ご覧頂だね。おー、いい当たり。
おお。ダカン柔らかいよね。柔らかい。そして球の高さが。高いわ。俺も30、俺もまあまあちゃんと当たったら高かったよね。もうなんか。俺31でしょ。うん。31の高さでは。31だったら6番普通の何番？まあ6番ぐらい。俺の6番ぐらい？まあそうだね。じゃあ次マーク2。マーク2。マーク2ねちょっと今気づいたんだけど、ここにまた。見える？あ見える見える。タングステン。タングステン入ってますね。シールじゃない。シールじゃない。これシールじゃないって言ったらさ、シールじゃないって言ったやついるからな。あだから微妙にね、ここのデザインとか違う。ほら、ここ。形ね。あ、うん、あ。ここ。ああ、ここはまっすぐだもん。あ改良したんだ。重さがだってこっちの方が重そうじゃん。はいはいはい。均一なイメージ。さっきの飛ぶっていう感じだよね。反発が性能が上がってると。シャフト同じですから。シャフト同じ。ヘッド違いを見せてください。相手の方はたっぷりあった。ただその忖度できないのが俺らでいいと思う。それはアマチュアですから。おお、高っ。なんかね、なんか音はちょっと分厚い感じがするね、さっきより。ちょっと向こう側で立ったの。下の音もしたのか。お硬いよ。打感硬い。硬いと思う。なんかさっきより飛んでそうな雰囲気がするな。なんか弾く感じする。音はなんかちょっと重くなってる。重たい音。しっかり当たってそうな分厚い。お、これはカスタ。なんか前に行かない。直進性。なんか球が速い感じがする。ちょっとダフト。これが多いですね。ちょっともう一回。これが多いですね。これが多い。これか右ペラか。寒くて体回ってないか。これかこれ。本当にこの2種類。この2種類しか出ない。どうなってんだこれ。お、あこれはいいです。お、これまあまあ飛んでる。硬い感じ。硬い。タチっていう感触っぽい。ちょっと弾きが良くなった感じする。また怖いけどね。なんか見た目とかはね、一切変わんないよ。構えた感じ。構えた感じ何も変わんない。乗り心地もまあ同じ。乗り心地も同じ。ただ、当たった瞬間の音が高い感じがする。お、確かに。パチってなる感じしない？球高いよ。高いよ。しっかり。おお高い。どこにいるの？嘘。俺は硬く感じたけどね。ああ。でも。え？ミスってたのかな。硬かった？今の硬かった？おおいい。なんか安定感。安定感全然いいよ。
いやちょっとやっぱ左に行かさる感じする。右ペラ減ったね。打感とかも問題ない。シャフトは柔らかい。いいでやんす。やっぱ分かんないけど、このああ私は効果がない振りやすさがない。本当？なんかピンってさ、後ろダフる感じするよね。ソールがさ、引っかかる感じが。抜けはいいよね。多少ダフっても。あ、めっちゃいいじゃん。どうした？買うか？買うシリーズかこれ。こっちいいのかこちら。ちょっとこれおかわりで一回旧型打ってみてください。僕は不調なんで。はい、じゃあ旧型無印いきます。薄いです。球上がってるけど、ちょっとハーフトップかな。お、これもハーフトップかな。いや、全然今めっちゃいい。いい？いや、でもね、これが出る。右に抜けてくよね。それこっちなんだけど。多分だけど。あのね、バックフェイス。重心位置とかも変わってんじゃん。ここ見てください。俺はね、ここの違いはでかいと思う。こっちの無印の方、こっち膨らんでるから、うん、多分あったかいと思う。先っちょが重いんじゃないかな。なんか多分重心的な場所変わってんじゃないの。多分重心近そうだよね。うん、ネック側にこう。全然落ちやすかった。うん、俺は。あら、進化感じました。はい、ちょっとこっち。欲しかった欲しかった。旧型の方がコスパを求めたかった。振り心地ちょっと違いますか。違うよね。ちょっと打ってみた方がいいかもしれない。うん、これはね、旧型に飛びつく前に一回新型を打って、どっちが合うか分かんないけど、うん、まず打ち比べしてから買ってみてください。結果は全然違った。結果全然違ったね。はい、はい、じゃ参考になったなと思ったら、はい、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。